い、こんばんは。始まりました、奇跡レイの番組ガールズサーズで奇跡レイのお疲れチャンネル担当の奇跡レイでーす。はい、4月からね始まったこの番組もなんと3回目でーす。今日もですね、スタジオに観覧の方がたくさん来てくださってるんですけど、なんかね、始まる前にね、もう3回目だから、なんかあたふたしてなくてつまんないと言われてしまったんですけど、そんなことないですよ。3回目なので、もう毎回毎回ね、もっと面白くなるようにね、こう頭の中でいろんなことを整理してると、みんながね、なんかもっとあたふたしてほしかった。というわけでね、今日もね、いっぱい企画考えてきてますので、みんなでね、楽しめたらいいなと思います。番組にもね、コメント、お便り送れますので、アドレスで送る場合はこっち、ネット上でこうコメントもできますので気軽にね絡んでいってください。お疲れたん、コメントありがとう。月一の楽しみ番組だって嬉しい、ありがとう。はい、今日楽しみにしてきた人、はい、嬉しい、ありがとうございます。普段はですね、こう東京を中心にライブ活動をメインでやってて、最近ね、こう CD リリースとかもあって、リリースイベントやったりしてるんですけど、こうやってね、いっぱい喋るなんかね、こういうのってあんまないので、もうね、私もね、ほんと月1、1ヶ月分の話を全部するぐらいの勢いでね、楽しみにしてきてます。みなさん、今日もよろしくお願いします。はい、さてさて、先日6月14日にですね、ツタヤオエストさんで奇跡レイレコーチ取材ライブがありました。はい、本当にね、素敵な出演者さんいっぱいだったし、私も持ち時間長いバンドでやるライブっていうのが初めてでね、本当に楽しかったです。その日にね、発売した CD がこちら、レイモーション、6曲入り2500円で販売してますので、 Amazon とかね、 CD ショップでも買えますので、ぜひゲットしてもらいたいなと思います。どんな曲かね、入ってるかっていうと、もうね、もう聞いてもらえばわかる。あんまりね、こう曲、このタイトルについてあんま触れてこなかったんですけど、レイモーション、なんか自分の名前レイタン大好きだなみたいな感じ思ってるかもしれないけど、こうモーションってこう動く加速する、なんかこうそういう意味があるんですけど、なんかなんですかね、こう私ワンマンライブとか主催ライブとか CD もね、たくさん出させてもらってるんですけど、奇跡レイはまだまだ止まらないっていうね、勢いを見せつけるべく、もう気合い入れて作った1枚になってます。ぜひレイモーション皆さんゲットしてください。はい、はい、というわけで今日もですね、アシスタントさんを迎えております。早速呼んでみたいと思います。小早川ゆりさんです。はい、緊張してる？緊張してます。はい、お願いします。今日はなんか抜けた？今日はなんか抜けた？今日はですね、実はつい先ほど待ち合わせ時間を打ち合わせをしている時にですね、先月このぐらいの待ち合わせ時間だったねっていうのを違うスタッフさんとやり取りしてて、でそれでその時間を今日来てくれるスタッフさんに伝えたんです。そしたら1時間早くて気合がね、ちょっとみなぎりすぎちゃったかなって感じになってしまった、ちょっと抜けてるエピソードでした。めっちゃ抜けてんじゃん。いやなんかさ、1時間暇だなとは思わなかった？そう、なんかそう、ちょっとなんか早めに集合してなんか打ち合わせ的なのをなんかしたなって思ったら、あ、じゃあちょっと遡るとこのくらいかなみたいな。遡りすぎ。じゃあ1時間早くスタジオ来ちゃった。いやいやいや、それがですね、途中でスタッフさんと今日のね、上さんがお話をしてくださって、1時間早くないってなってちゃんと正しい時間に来ました。すごいね、毎日なんかちゃんと抜けてる。毎日は抜けてない、おかしい。毎日は抜けてない、ね、毎日は抜けてないです、大丈夫です。じゃあ今日もよろしくお願いします。どうですか、先月初めてアシスタント MC やってくださって、はい、今日気合は？気合はですね、先月以上に入っております。おー、頑張ります。今月もですね、私コーナーをいただいたので、うん、そのね、一生懸命調べたインテリ小早川さんだったりとかそういうね、感じの面を見せていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあコーナー行く？早速ぜひぜひ行ってもいいですか？はい、行こう。はい、というわけでですね、先月コーナーをいただきまして、前回はマストドンというね、SNS について触れさせていただいたんですけれども、エイタンマストドンをその後調べてみましたか？あれ、エイタン
先月頑張ってレイタンのマストドン作ってみようかなみたいなお話してませんでしたっけ。そんなこともあったなおかしいな。まあまあそんな感じでね、あの先月そういう感じでマストドンっていう SNS についてあのお話をさせていただいたんですけど、知ってました？なんかマストドンってなんかキャラクターがいるんですよ。知ってます？皆さん知ってる？知ってる人いる？知ってる人いない？そう、なんかマストドンのキャラクターがいて、なんか、うん、どんなキャラクターだろうって思ったら、うん、マンモスみたいな、ゾウみたいななんかキャラクターがいるんですよね。そうだからなんかちょっと気持ち悪いなって思いながら、ちょっとやめてやめてマストドンの偉い人が見てるかもしれないから気持ち悪いとか言われて、はい、そんな感じ、ね、はい、分かった。ちゃんと、うん、今日の宿題じゃない、今日のお題私ちゃんと今日帰ったら調べるから、ありがとうございます。全然フラグじゃないからね、ちゃんと今回はね、そう、今日の、ま、そう勉強したことをちゃんと今日家でやるから、ぜひぜひ今日もじゃあ小早川さん教えてください、なんか流行りもの、はい、かしこまりました、うん、では本日も始めたいと思うのですが、レイタン、グランピングってご存知ですか？グランピン？グランピン、グランピン、ノーノーノー、レイタンはノーというわけなんですけど、うん、見ていただいてるお客さんでグランピング知ってる方いらっしゃいますか？グランピング、グランピング、グランピング、グランピングっていうのがあるんですけど、なんか美味しそうではないよね前回ね、マストドンでね、もうドンから離れられなかったか、完全にもうドンから離れられなかったけどなんか美味しそうではない、美味しくはない、美味しくはない。今回もね、今回も食べ物から離れるのが正解です。あ、わかりました、はい、そこでね、もう食べ物だって思っちゃうともう、はい、そこから何も進まないから話が今日はね、真面目にね、当てに行きましょう。グラン、うん、ピング、うん、それともグランピ、うん、グランピングなんですが、うん、そうだな、ちょっとヒントを言うと、うん、グランとピングで合体させた単語なんかスポーツ、スポーツじゃないですね。グランピングも物だよね、多分ね、物とか物、なんか優しいからさ、教えてくれちゃいそうだよね当てる前にねなんだろうな、うん、グランピング知ってる人コメントいるかな。グラグラピンク、いやいやいや調べてなかった。レイタン、ゴムパッチンでしょ。ゴムパッチンの病気の人も頭に来てゴムパッチン大好きだな、ね、グランドマック、あ、違いますよね違いますね、食べ物ですかそれだったらもうなんかそういう単語になっちゃいますね、うんうん、グランピングなんだろうな、 SNS、また違う違う新しい SNS、 また新しい SNS、 グランピング、グランピングなんだろう、それってピングってなんかこう進行形みたいな雰囲気じゃないですか。グランピーだとしても意味わかりますか？グランピーじゃわからないですね。そうだよね、グランピーって、そうなんですよ、残念なことに。なんだろうな、難しいジャンルの話ですか、それ。ジャンルは難しくはないんですよね、ただめっちゃヒントを言うと、うん、アウトドアです。え、これなんかロッククライミングとかに近いものではない？あー、そういうわけじゃないんですけど、アウトドアグランピング、うん、あ、なんかテントの四つ角止めるやつ、うん、でもそんなの別に流行り物じゃないよね、もう昔からあるよね、そんなのね。え、なんだろう、なんで今ひらめいた顔しちゃったんだろう。すごい惜しいところ来たんですよ。ピンピンの方じゃないピンの方じゃないピンの方じゃないんです。ええ、テント、うん、それ近いです。あ、なんか分かったかも、なんかテントじゃちょっと野宿すぎるから、うん、なんかグランピングみたいというなんか名前の施設があるとか、あ、キャンプ、もうちょっと簡易的にキャンプができる施設、うん、近い。いやでも、まあ、ほぼ正解です。ほぼ正解。ぬか喜びさせないでください今日当てにいってるから。いやでも本当にもうなんかそのなん、いやでもキャンプってちょっと野宿すぎてね、抵抗あるじゃん。そうそうそう、え、キャンプでいいんだよね、もう。そ、キャンプ、そうそう、え、ってか今言っていただいたことがもう本当ほぼ正解なんです。あ、じゃあ正解ということで今日は、はい、こちら正解で言わせていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、というわけでですね、グランピングとは、うん、グラマラスっていう単語、魅力的なっていう単語とキャンピングっていうキャンプの単語を組み合わせた造語です。本当に造語だね、本当にグランピング。で、テント設営や食事の準備などの煩わしさから旅行者を解放したいいとこ取りの自然体験。わー、すごい、ほぼ正解じゃない。本当そう、ほぼ正解だったんです。
そうなのであのねそうなんだっけキャンプとかっていうとやっぱりテントを持ってって食材持ってってとか、うん、やっぱり結構荷物が多くなって、うん、結構旅行にキャンプで行くって難しいんですよね、うん、それをあの手ぶらでも楽しんでキャンプな雰囲気を楽しめるようにした施設っていうのがそんな感じでグランピングっていう今結構流行っているなんでしょう旅行があるんですよね、うん、カレー作りたいカレー作りたいでも実はそれ、うん、あのちゃんと食事も出るんです出ちゃうのそこは出ちゃうんですそこは出ちゃうただバーベキューするとか、うんうんうん、そういう感じでなんかもうすでになんていうの刺さったものが出てきてみたいなでもうなんか焼いたらできるみたいな感じのそういう食事とかが出てきたりとかしてそうなんです豪華な施設があるんですねそれお金持ちの人しか行けないんですけどやっぱグラマラスなだけあってそれがですね高いんですかどのくらいだと思います一泊一人、うん、7,500円あー待って3だからいや言うても自然の中だから、うん、言うても自然のあそれって1施設で借りるの、うんうん、それとも人人数あ人数あたりですねあじゃあ7500円でぐらいがいいな惜しいですねでも1万円ぐらいで1泊借りられる施設もあるそうでまあそれは結構あの、うん、プランによってとか場所によってもやっぱり変わってくるは来るんですけどそう1万円前後で楽しめるキャンプとか、ね、荷物持ってく手間代ってって思えばさそう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 いいのかもだって肉腐るかもしれない心配とか、うん、夏とかねテントとかのさグッズ買ってもさ、うんうん、また1年眠ってるわけだから、うんうんうん、って思うとねいいかもしれないそうなんですよ比較的手軽にキャンプが楽しめるっていうことで最後にキャンプ行ったのいつキャンプですか私あんまりキャンプに行ったことがなくて、うん、なんかそれこそ修学旅行的なあでも学校のなんか親睦深めるやつで5月ぐらいとかに行くよね中学生ぐらいの時ね行きます、そう、それが中学3年生が最後ですねあそんぐらいかも、うん、私も高校は確実にそんなアウトドアしてなかったから、うん、そうだね私も中学生ぐらいあのさこの方なんかちょうどこういう形でさ炊くご飯わかるそうあれ楽しいよねどうしよう私がそのご飯伝わらなかったこういう形のさ上から見てこういう形のご飯炊くやつあのへそうあのバケツみたいなやつ、うん、あのカンカンカンってカン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 ってカンカンって言いそうな素材のわかったそうあの大量に作るカレーの美味しさねキャンプいいじゃんそうなんですよそれが手軽に楽しめるということでありますでグランピングって実は最近2015年ぐらいからあの日本では流行り始めたんですけど、うん、いつからあったと思います、まあ、グランピングにあったのは最近ではあるんですけど、うん、グランピングっていう形ができたのは結構昔からありましてあでも行ったことあるかもあのテントではないんだけど、うんうん、なんかログハウスみたいなやつの単位でこう借りて、うんうんうん、なんか結構フライパンとかも全部貸し出しで、うんうんうん、みたいな施設に行ったことあるそうなんですね、あれがもしかしてグランピングだったかもしれないですねなのかなこれはテントなのかなでも一応テントとあと施設の場合と2パターンありますねそうそうそうキャンプいつ行きました最後はい思い出せない去年あの最近大人になるとさ誰と行くうーんあーいいな昔の人と集まってなんかね予定合わせるのとかさ、うんうん、やっぱ大変になってくるからね、うん、いいなキャンプ山派川派あー私川がいいな同じく川派ですねねえ海ってキャンプする海キャあでも海の砂浜からちょっと離れたところとかでは確かにキャンプしましたへえ、うん、いいななんかキャンプ熱が今キャンプ熱来てるんだけどじゃあそんなレイタンにちょっと、うん、あお客様も含めて問題を出してもいいでしょうかはいはいというわけでですねなんだなんだじゃじゃん今回ですねグランピングを調べた時にいっぱい日本でやってる施設が出てきました、うん、でそちらからまず3枚写真を持ってきたのでまず1枚目こちらですねどこにある施設でしょうか問題でーすこれ私今見ちゃいけないやつうん見ていいやつです多分レイタンここに見てたらわかるかもしれないじゃあここ見るそうですこれジャパン、うん、イエスジャパンそうこれ全部3つとも持ってきたんです、3枚持ってきたんですけど日本国内にある施設なんですどこだろう
何県にあるでしょうか。これ海？海ではない。湖？あ、海、これは海でした。そうそう、これは海。なんだろう、海がある県は違うんですよ。新潟。違う違う、琵琶湖。あれ、和歌山近いかな。和歌山が近い。岐阜。岐阜。三重。あ、三重。え、正解三重にある伊勢島エバーグレイズというところでですね、そう、こんなに素敵な風景が見れる。すごくないこれ。そう、あるんですよ。こんなとこでキャンプすると思わないですね。ちょっとキャンプとはね、なんか思ってる感じじゃないよね。ちょっと違うんですけど。すっごい旅館みたいだよね。本当になんかもうそれこそなんか豪華なもので、うん、昔それこそあのアメリカ、欧米人がなんか贅沢をしてアフリカでキャンプをしたいってなった時に、あのダブルベッド持ってったりとかダブルベッド持ってったり、あのアンティーク家具持ってったりとかしたのが始まりで、そうだからすごい豪華にねキャンプができるのがグランピングなんです。いい、そう。ではじゃあ2問目いっていいですか。はいはい、じゃじゃーん、こちら。こちらも綺麗な施設になっておるんですけれども、どこにあるでしょうか。わかる人いる。わかる人いる。北千住にはないな。そんな素敵なところが北千住ではないんです。なんだろう、どこにあるかな。金閣寺とか言ってる。金、あ、ええってことはコメントの人当たりかもしれない。コメント本当だ。あ、金閣寺ではないんですけれども、京都当たりでーす。こちらは京都にあります。ブラックスっていう京都府にあるグランピングの会場でして、そう、こんなに綺麗な整備をされたキャンプ場みたいになってる感じですね。え、もうキャンプではないよね。うちらの知ってるキャンプではない。知ってるキャンプとはね、そうそうそう、別荘みたいなね、もう別荘みたいな感じ。へえ、いいな、めっちゃなんかめっちゃいいね。マストドンはちょっと家帰って調べる気になれなかったんだけどこれはちょっと調べたいかも。だってこれもっといっぱいあるんだもんね。そうなんです。このね、あ、もう一個ある、もう一個ある。一緒。そうなんです。最後の言っていいですか。はい、じゃじゃん。さて、分かる人いらっしゃいますか。これも北千住じゃないんですよ。亀有。亀有。亀有でもないんです。すごい。うんと、これも違う県。違うんですよ。沖縄でもないんです。まあ、沖縄っぽい空が空確かにね、あのヤシの木めっちゃ生えてますね。鹿児島。違うんです。でもこれレイタンは分かってほしい。当てちゃうよ、はい、当てちゃうよ。静岡。完璧です。静岡出身です。はい、こちらね、うん、静岡県にある初島アイランドリゾート、あ、ね、アイランドキャンプビラ行きました。私のオリジナル曲のシングルのジャケット PV 撮影で、はいはい、アイランドキャンプビラありました。ありました。そう、こちらを初島ってね、もう初島だもんね。そうなんです。島にあるこちらなんですけど、これをたまたま送られてきた時に調べてて、でなんか写真これとこれとこれ使っていいかなってスタッフさんに確認をした時に、これ実はオリジナルのロケ地だよって言われて、うん、これはレイターに当ててほしかった。すごい、嬉しい。ありがとうございます。というわけでですね、3問でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、今日なんか嬉しいぞこの前もうハテナ、もうこの前の SNS の時はね、もうハテナでしかなかったけど、今日はなんかすごい夏が楽しみになった。これ夏じゃなくても多分ね、泊まれたりするんだもんね。そうなんですよ、泊まれるし、うん、結構その施設なのでやっぱりね、うん、暖房とかもね、うん、そういう施設備もあるので、うん、夏でも冬でも楽しめるっていう素敵なキャンプになっています。嬉しい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。やばい、キャンプしたいキャンプ熱がとってもね出てしまいましたね。出てしまったところで次のコーナーにね、はい、行こうか。はい、というわけで小早川さんはちょっと準備に、皆さんお待ちかねのコーナーが始まりますよ。なのでちょっと一旦行ってまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかいいね、こういうね、なんか私本当に何だろう、そういう情報ないからさ、普段生きてて、何だろう、その最近の流行りもの、あ、キャンキャンキャン、あ、グラン
ピング、あ、グランピング、グラマラスとキャンピングでグランピング、はい、ねちょっとちゃんと調べるか、これは今日のことはちゃんと調べるよ。あ、もう初島じゃあ行こっかな、初島のグランピング。あ、ちょっと言っちゃったらちょっと行かない。で、夏休みが取れたらね、ちょっとグランピングしていきたいなと思います。というわけで、じゃあ次ですね、次のコーナーはですね、皆さんお待ちかねですよ。私の食べるコーナー来ました。はい、このコーナーはですね、私が大好きな食べ物と似てるものを目隠しして食べて本物を当てられるかというお題になっております。今日何だと思いますか？この前はね、私の出身地静岡のメーカーコッコ VS 東京のお菓子、すごい似てるやつがあったんですけど、やったんですよ。まあもちろん速攻で当てちゃったんですけど、今日はねすごい難しいんですよ。私ね、この季節になるとね、なんか地元のねセブンイレブンを思い出すの。なんでかっていうと、地元によく行くこう市のプールがあって、その外にセブンイレブンがあったから。でね、そこで絶対食べるものがいくつかあったんだけど、まずガリガリ君、次アメリカンドッグ、そして次なんといってもツナマヨおにぎり。というわけで今日はバーン、セブンイレブン大好き十数年、セブンのツナマヨはどっち。これはね、ちょっとね、高度かもしれない。前回は似てるんだけど、言うても味が違かった。だがしかし、今日は海苔、米、マヨ、ツナ、これはちょっと難しいんじゃないかなと。いやー、ちょっとなんか候補出してたんですよ。私の好きな食べ物でこう食べ比べできそうなもの、なんかね、あるじゃん、持ってこれないものさすがにそれレイタンがただ食べたいだけだろみたいなやつは、まあ、全部排除され、ツナマヨおにぎりということでやりますか。準備できました。お、じゃあ皆さん、私ちょっと可愛くなっちゃうけどごめんね。はい、どう、可愛い？可愛い。え、来てる今、こっち向かってる、おにぎり持って。え、どう、似てる？こちらの2種類のおにぎりを、あ、え、どう、みんなだったら分かりそう？分かる人？え、分かんないと思う。これは難しいと思いますよ、レイタ。いやー、ちょっとね、第2回にしてこのコーナーね、なかなか大苦戦だけど、はい、難易度が高く待ってまいりましたが、うん、じゃあ今回も右と左で、こっち右ね、こっち左ね、で、右手と左手、あ、どうしようかな。私から見て、こっちの手が左手、こっちの手が右手ということで、上げてください。先に食べさせる方を上げていただけると嬉しいです。せーの、ドン。どっちから食べる？あ、言わないでね、言っちゃダメだよ。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあこちらから食べていただきたいと思いますが、レイさん、結構おにぎりは食べられる方ですか？そうですね、結構今も、私ね、セブンイレブンめちゃくちゃ使うんですよ。他のコンビニあんま食べ物買わないぐらい、行ってもお水とかぐらい、食べ物買うのはね、ほんとほとんどセブンイレブンなので、セブンイレブンのね、おすすめ商品とかめっちゃ聞いてほしいぐらい。じゃあちなみに今のおすすめ商品、今はね、セブンイレブンのタコとブロッコリーのバジルサラダがおすすめです。へー、結構ね、コアなやつ食べてるからね。コアなやつですね。あと何だろうな、私あんまり食べたことないな。本当、パリパリ麺サラダ好きです。あれ美味しいよね、あれ美味しい。パリパリ麺サラダよく食べる。わかる。はい、というわけで準備ができたので1個目いってもよろしいでしょうか。はい、はい、というわけでお口をあーっていただいて、はい、まだたどり着いておりません。いや、でもレイタンね、好きって言ってるから、ね、ご飯と海苔でね、もうもはやそのこのパリパリ具合とかさ、それでわかるんじゃないかと思いまして、まあね、うん、そう美味しいけどさ、レイタンだったらいけるんじゃないかなと思ったので、とりあえずこちらで一回最初の、マジ？あ、分かった分かった。いや、OKOK。まあね、あのセブン大好き十数年って言っちゃったんで、はいはい、まあ米だけで当てますよ、もう。おー、すごい意気込みですね。結構さ、鬼だね。いや、ツナマヨなかったんだよ、今。いや、
いやまあでも一口じゃちょっとね、木の前までたどり着くのはちょっと難しかったですね、うん、すいません。いやでも美味しい、美味しいです、ね、コンビニおにぎり美味しいよね。何が好きみんな米いや焼きたらこ、昆布と焼きたらこっていう。ああいいね。セブンイレブンだったらね、あの半熟卵がくっついてるなんかやつ美味しいよ、うん、なんかわな、えあ、えちょっと待って、これマイク、これマイクです。はいはい、じゃあ準備ができましたので、はい、もう一個の方のおにぎりいってみたいと思います、はい、うーん、あらこっちは、うん、いかがでしょう。おいしい、おいしいまあまあどっちのおにぎりもねおいしいですよね、やっぱり。あでもこの、はい、ツナマヤまでの距離、はい、やっぱセブン大好き十数年なんで、はい、やっぱわっこめわかんないまあそうですね、うん、やっぱりちょっとツナの味って大事ですよね、うん、大事大事。ツナがね、これは決め手ですから、うん、セブンってさ、ツナじゃなくてシーチキンマヨネーズだよね、表示が確かね。それがですね、ツナですか、多分多分こちらツナマヨですね。はい、なんだ、なんだ、じゃあ差がないんだね、じゃあほぼきっと。そうなんです。ツナって何、ツナ、カツオ、マグロですね。マグロ、はいではじゃあ最初のおにぎり、うん、ツナまで頑張っていきたいと思うんですが、はい、私これ割った方がいいですかね、半分に。ちょっと一回割りましょうかね。どう、みんなだったら分かる、自信ある？いやこれは私にも分からないですね。でもね、お米の感じちょっとレイちゃん思い出して、お米の感じ、セブンのお米思い出してこれちなみに負けたらどうだったっけ。ちなみに負けたら、確かゴムパッチンのご用意はちょっとないんですけど、レイタンが当てたら私が罰ゲームで、うん、私が、レイタンが外したらレイタンが罰ゲームっていう仕組みだったはずです、うん、そうですね、はい、そう今日の罰ゲーム決めたんだよね、さっきね。はい、決めました。 お願いします。恥ずかしい話をしたいと思っております。はい、負けた方の恥ずかしいエピソードがちょっとここで暴露されてしまうので、私は今必死ですツナマヨを与えないように、ツナにツナに行かないようにはい、というわけでちゃんと美味しいとこちょうだい。はい、美味しいところちゃんと行きたいと思います、うん、はい、はい、はい、こちらがですね、ちゃんと最初の方の美味しい方ところです。おや、おや、不安になってきた感じですね、レイタン。まあすごい美味しいんですけど、はい、でもね、マヨネーズの量がね、なんか全然違う。ほう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 、うん、コッコはな、ぶっちゃけもうここで分かったんだけどないや難しい。じゃあもう一個の方お願いします、はい、もう一個の方も行きたいと思います。はい、では、あーうーん迷い始めましたね、イタン。うん、美味しい、どっちも美味しい、美味しい、うん、おにぎりが美味しいのはいいことです。ですが、今回は勝負になっております。レイタンが外した場合はレイタンが罰ゲーム、レイタンが当てた場合は私が罰ゲームということで、うーん、じゃあ行こう。はい、というわけで正解をお願いします。1個目がセブンイレブン、ブブーはいはいはい、じさじめにですね、こちらのデイリー山崎さんの、いやーこれはね、すっごい似てた。で、こちら次に食べていただいた方がデイタの大好きな、数十年大好きなセブンイレブンになっております。セブンイレブンの方すいませんでした。マジか、これね、すっごい似てる、特に。あ、本当ですか？ちょっと食べてみて。ちょっとじゃあいただきます。あのね、特に似てる、なんか。いただきます。なんか、ファミマだったら分かったかもしんない。なんかね、マヨネーズの量とかめっちゃ似てるの。なんか海苔の感じとかも、何は確かに両方もすっごいパリパリでしたね、うん、今はちょっとあの時間が経ってしまった。いやちょっとセブン、これ消そこ、セブン大好き十数年やばいやばい、全然分かんなかったよ。うん、
これすごい似てない？似てます。これは正直当てるのは本当に難しかったと思います。はい、というわけでね、はい、みんなツナマヨ今日食べて帰ってねね、セブンイレブンでいっぱい買おうね。今日の晩ご飯はね、セブンイレブンのおにぎりですね。ツナマヨ、はい。というわけで、なんだっけ、罰ゲーム。はい、罰ゲーム。恥ずかしい話。恥ずかしい話をお願いします。いやもう結構いっぱいあるけど、なんか他の番組とかで言ったことない話がいいよね。結構コアな人はね、私の恥ずかしい話なんでもうねいっぱいしてるから。いっぱいいっぱい。さっきプール、そう、地元のプールの帰りにセブンイレブンよく行くって言ったじゃん、うん、プール話ね。ちょっと季節も季節だから、おなんか小学生の時に教室でさ着替えて、こういうタオル、巻き巻きタオルをして外行くんだけど、なんかね、なんかある日ね、なんか収まりがなんかおかしかったんだよ。なんかすくう水への私の体で、なんか、あ、なんか太ったのかなとか、子供ながらに小5だった、あの時。で、なんか今日おかしいんだよねって、こうやってやって、まあでも休み時間10分しかないから、まあなんか仲いいさ、これも行くよって感じだったから、なんか巻き巻きタオルして行ったんだけど、なんか下駄箱で気づいたんだよね。なんかすく水が後ろと前逆だってで、なんかでもさ、小学生ってさ、ちょっと間違えたから着替えにもう一回行ってくるって、なんかあんま言いづらくて、でもレイさんやっぱりちゃんと、まあ、着替えたんですけど、いや本当あれ恥ずかしかった。え、だって、うんうん、あのすくみずの後ろどうなってるか知ってる？みんな、なんかちょっと細いんだよ、こう、なんかあの背骨にかからないように、あのこうやって動かすから、なんつうの、背骨の真ん中だけに布がある感じだからさでそのこんな話をこれしていいのか分かんないし、後で怒られるかもしれないんだけど、なんかね、おかしかったんだよ。全然なんかどっちに寄せてもなんかなという話。みんな満足ですか？イエーイ。もうこれ恥ずかしいから、もうみんな恥ずかしくなっちゃってるはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございますね。なかなか、なんかね、小早川さんの恥ずかしい話聞きたかったね。あれ次ですか？次何食べ比べやる？次どうしましょうね。うん、なんだろうね、好きな食べ物結構無限にあるけどな。何がいいですかね。ね、こんぐらい僅差なものの方が盛り上がるかな。確かにそうですね。いや、これはね、ちょっとすごかったいやでも正直最初のあの、うん、ツナマヨへの到達どうの話をされた時に、うん、あ、これもう私今日罰ゲームで恥ずかしい話をしなきゃいけないなって思った。準備めっちゃしてたんですよ、心の準備を。そう、でもやっぱりツナマヨのね、うん、質がね、似てたからね。似てた、海苔と米も似てた、うん、もしかしたら同じ工場かもしれない、うん、確かに調べてみたら、ね、そうかもしれないですね。調べても負けは負けなんですいやー、面白いねこれね。はい、とても楽しかったです。セブン大好きはもう言わないでもうちょっと修行積んでから名乗ろうかなセブン修行中にリベンジやる。あ、リベンジやる。あー、確かに練習してくるよ、ツナマヨ当てんのあれツナマヨ、あ、じゃあ来月はじゃあここセブンイレブンさんと別の、うん、もう2個ぐらいやってさ、あ、そう、ね、余計わかんなくなるような。うん、いや確かにでもね、どっちもね美味しかったな。後で食べようねこれね。そうですね、ハムコしましょう ね、はい、面白かった。どうですか、面白かったですか？わーい、ね、これコーナー終わっちゃったね。そうですね、終わりました。 ねこれもう5品ぐらいあってもいいんじゃない？ちょっとご飯時だしさ5品ぐらいあってもね、いいかも ねこれか確かに確かに、観覧のお客様がお腹空いちゃうね。でもなんかお客さんにもなんか当ててもらう。そうだね、ちょっとこうなんか切ったりしてさ、うん、ね、どっちかどっちか、なんかのりついてない？大丈夫のりついてない？多分ちょっとのりついてますね。ちょっと行ってきますか。行ってらっしゃいませ。ちょっと台本通りなんで、あのお色直しに入りますというわけで、ちょっと任せていただいたのでね、あのちょっとコメントとか読んでいきたいなと思ってるんですけど、来月はゴムパッチ、やっぱりゴムパッチ人気ですねなんだろうな、このコーナーのすごいなんかゴムパッチ人気面白いですね。レベルが高い、確かに今回はすごいレベルが高かったですね。前回はね、そう、結局似てはいるんですけど、見た目似てはいるんですけど、やっぱり生地のね感じだったりとか、中身がやっぱりね違ったりとかしたので、そう、結構ね、もう大好きなレイタにはすぐ分かってしまったんですけれども、お帰りなさいませ。あ、お色直し、お色直しから帰られました。無理剥がしてきました
恥ずかしい。海苔はこういう事件もあるんだね。そうですね、来月ももしかしたらやっぱね、ちょっと食レポとかしてくにあたってやっぱ食べ方ね、でもこれだよ。そう、でもそう、私のちょっと食べさせ方もね、すいません、ちょっとね、思ったよりね、こうグイグイ来るからね、こうね、頑張ろう、頑張りましょうね、来月ね、あの可愛く綺麗に食べることを目標に、はい、あのコミュニケーションを取りながら、ね、グイグイ行かないように頑張ります。ウケる。じゃあなんか告知とかあれば。はい、ありがとうございます。ではちょっと告知をさせてください。私ですね、次のライブが6月23日明日、新大久保クラブボイスさんにてあります。でその次のライブもたくさん今月まだあるんですけれども、そちらはですねツイッターブログをぜひチェックしていただけたらと思います。で一番大切なライブの告知をさせてください。9月20日に私誕生日なんですけれども、その日に初めてのワンマンライブをさせていただきます。ありがとうございます。でね、先月あのこちらでお話をさせていただいて分かったんですけれども、レイタンがあのやった初めてやった場所と同じあの大塚ディーパさんでやらせていただきますので、ぜひねチケットゲットして来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。見どころは、ワンマンの見どころは、見どころはいっぱいをそうですね、まず新曲を発表させていただきます。で、あといつもは歌わない曲だったりとか、やっぱりあの分数がね普段制限があるので、あのそれでなかなか歌えてなかった曲とかを今ちょっと準備をしております、で、あとはそうですね、多分新衣装が出ます。なのでぜひぜひそちら楽しみにしていただけたらと思います。まだあとね、もうちょっとあの決まり次第発表できる見どころはたくさんあるんですけれども、そちらちょっと随時チェックしていただけたらなと思います、よろしくお願いします。ワンマン大事だからね。はい、大事です、ね、どれぐらいこうさ大変かとかきっと考えてくれてるけど、結構ね5億倍ぐらい大変だよね。ワンマンやるのね。そう、初めてのワンマンなので、どのくらいねみんなが準備をしているのかとか、どのくらい大変なのかっていうのはそれまで全然想像がつかなかったんですけど、今まだ3ヶ月前なのにあたふたしています。はい、3ヶ月前にしてまだもうあたふたしているので、そのくらい大変ですね。ね、皆さん絶対行きましょう。9月20日、20日、大塚リーパー、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ私も告知させてください。次のライブが24日、土曜日、この、先週発売したレイモーションを引っ提げて千葉の船橋で、リリースイベントを開催します。船橋西部さんのタワーレコードさんでね、あの野外ライブなので、まあ、私は晴れ女なのであんまりね天気の心配はいらないんですけど、あのぜひね、あのライブは無料で見れますので、奇跡レイのライブ気になってる方とかね、ぜひ見てお気に入りの曲を見つけて CD を買って帰ってください。よろしくお願いします。いや本当にね、別にねこう何枚買えとかね、そんなこと本当に思ってなくて、いや、やっぱそういうの大事なのもすごい分かってる上で、分かってるんだけど、あの本当にね、こうなんだろう、一曲作るのに曲作る人がいて、歌詞書く人がいて、私ももちろん練習して、で歌い方とかアドバイスしてくれる人がいて、 CD の工場の人がいてとか、もう本当にあの考えるとね、本当たくさんの方が関わってるものなので、なんかもう本当に大事すぎて渡したくないぐらいなんですけど、ぜひね皆さん手に取ってもらえたら嬉しいなって思います。レイモーションよろしくお願いします。はい、あとね、2ヶ月後なんですけど、8月10日にですね、木曜日、ツタヤオーウエストさんで奇跡レイ生誕ライブ開催します。はい、この日はですね、仲良しの忍者さんたくさん、出て、もう誕生日なのでね、ワイ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 やっていきたいなと思います。コラボもね、久々にいっぱいあったり、私は出番、まあ、主催なのでね、ちょっと最後で、生バンドでオリジナル曲ガンガンいきたいなと思います。8月はね、私の月ですから、皆さん、一緒に8月まで高まって盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。こんなところかな、告知は。はい。ね、うちらは結構やっぱあれだね、オンタイムすぎてね、すごいね2人ともね、ドジだからね頭いいってよと思ったけど、2人ともドジだった ね、 ダメでしたね。2人ともボケだからさ。そうなんですよ。え、今日さツッコミとか交わし合った？あんまり突っ込んだ覚えはないですね。いや私も全然なくて、あのボケつぶしなんですよ私も。もう結構抜けてるから、よくあのボケたのに今のスルーとかね、本当に。え、そういうのない？
え、今のツッコミなしみたいな。いや今のところは大丈夫なんですけど、自分がボケてるつもりじゃなくてボケを発しているところがあるので。わかる、めっちゃわかる。今すっげー真面目だったんだけどみたいな時すごいある。そう、なんかそれをなんかボケと捉えられてたりとかすることがあるので。あれすっごいわかる。あれちょっとムカつくよね。そうですね。今ちょっと違うって思うことが確かに。全然今笑わせに行ってないんですけどみたいなことある。え、なんかさ今日のさドジエピソード、さっきのほら、あ、はい、鍵の ドジエピソード行こう。あのですね、上じゃない下に控室があるんですけど、そのトイレに入ろうと思って、全今月来た時は入ったことがなくて、で今月初めて入ろうと思って、なんかトイレの扉を閉めようと思ったら扉が閉まらなくて、なんかねガチャガチャやってて、何をしてるの、鍵も閉まらなんか、これこうやってこうしろってやってるからこうやってやってるんだけど、え、なんで閉まらないってやって、あのその後あのレイタンが来たから、あのちょっとトイレ閉まらないんだけど閉め方知ってますかって言って聞いて、え、この前普通に閉まった気がするって、普通のじゃなかったっけって言われて、そう、壊れたのかなと思って、じゃあ万人しとくねっつって、そうそうそう、守ってたの、トイレの前、そうそうそう、守っててくださったんです、うん、でその後にじゃあ私もトイレ入るって言ってレイタンが入ったら普通に閉まったんですね。そう、おかしいなって何を言ってたのかと。いやでも私がね入った時は閉まらなかったんですよ。すっごい、ね、丁寧に説明書いてあるトイレなんです。あのなんかこうでこうでこうみたいな、本当に何を言ってるのか分からないか。なんであんな一人でガチャ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 、そうそうそう、ね、そうなんですよ、ね、今は分かってないんだもんね。分かってない。またトイレ入れないやつ、トイレ入れないやつ。そう、なんか私が来なかったらトイレねやめてたんだよね。そうそうそう、やめようかなって思ったけど、うん、あ、来てくれたからと思って入ったんですけどね。でも抜けてると思う。どちらが抜けてると思います皆さん。いやでも私レイタンには負けないと思います。負けない。そう、レイタンにはレイタンの方が抜けてると思う。え、そういうこと、そういうこと、逆かと思う、うん、え、そっち。え、なんで私の方が抜けてないよ。抜けてる、じゃあ私の方が抜けてないよ。じゃあレイタンの方が抜けてると思う人。あれ、おあれ、おかしい、トメカさんなんか揺れてる、揺れてるじゃないですか。あれ、レイタン、やっぱレイタン違う。ちょっとやり直しましょう。レイタンの方が抜けてると思う人。あー、イエーイ。おー、何揺れてるって何。いや多分ね、ずっとポニーテール揺れてんだと思ってたんですよ。気がついた。ポニーテールになっちゃったので、ね、ツッコミ呼ぶ、なんか。そうですね、なんかいる身近です。毎回さ、ゲストツッコミ役をとか控え、とりあえずツッコミうまそうな。ねえ、その人さえ、ね、ゲストできたツッコミさんぐったりして帰りそうだよね。もう二度と出ないって言われるかもしれない。もう二度と出た、あいつら左右からもうわけわかんないことを言ってくるみたいな。え、すごくない、成立してるの。そうですね。あ、でもなんかそれこそね、うん、抜けてる者同士のシンパシーみたいなの通じ合ってるの、うん、結構自然に話してるけどさ、はい、多分これ普通の人真ん中にいたら結構ええってなるよね。きっとね。あ、本当ですか。え、待って、見てる皆様もなんか何やってるかわかんなかったりします。たまに、あれあれ謎のね、きっとうちらにしかない空気感あるよね、このなんかボケ同士というか、ボケ同士の。え、なってなんか私逆に普通に MC が上手なツッコミできる方とこういう番組やると噛み合わないの、はい、そうなんですか。そう、逆にわかる、わかるでしょ。なんかそう、コラボ配信とかだったりなんかやるとね、時々噛み合わなくて、あ、なんか私あんまあれかなと思うけど、すごいなんかしっくり。やったー。これしっくりきててね、なんかいいのかな、悪いのかはまあ皆さん次第なんですけど。そうですね。そう、なんかめっちゃしっくりくる。やっぱずーっとボケてるからかな、もう。ね、まあそれはボケですごい良かったですね、なんかありがとうございます。ねえ、面白かったね、今日もね、はい、今日もすごい楽しかったですね。あっという間、あと5分ぐらいかな、うん、そうですね。ねえ、あと5分ぐらいで最初の放送私一人だったんですけど、はい、なんかもうなんか途中で止まってやることねえなみたいになってたのもねあったけど、なんかさ、でも仲良くなってきたから他愛もない話がすごい楽しい。なんかそうですね、コーナーも楽しいけどね、面白い。こうやって普通にお話ししてるのもなんかテンポ良くなってきますね。テンポ良くなってきた、先月と比べると結構ね。確かに、これ月1で、次いつだっけ、次はですね、次の放送が7月27日のまた第4木曜日になります。
ねえ来月さ、はい、浴衣着ようよ。お、いいですね。持ってる？持ってます持ってます。私ね浴衣着付けもできるから。本当ですか？そう、早く着てくれたら。やったー、楽しみですね。え、浴衣いいよね。月1だから季節感出してこう、ガンガン。そうですね、季節感大事ですね。ね、攻めてこう。そう、行きましょう、ね、うん攻めてこ攻めてこ。ね、6月はねちょっと、まあね、ちょっとバラバラになりました。バラバラになっちゃったね。先月の私みたいになって。先月さ、2人ともさ、女子アナみたいなね。はい、女子アナみたいでしたね。なんかボケを隠す、なんかね、ドジなの隠すかのようにこう、なんかインテリな雰囲気を醸し出していましたね。じゃ来月は浴衣にしようか。はい、そうですね。ね、いいね。浴衣にしましょう。あの北千住 の、 あのスタジオで生放送ね、やってるので、ぜひあの見てくれてる方もね、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらね、と思います。結構面白いよね、これね、生で見るのね。始まる前のあの静かさと終わってからわーっていうね、やつね。終わってから交流タイム的なのもちょっとだけあるのでね、はい、あります。ぜひね、あのライブ行くのはちょっとハードル高いなの人とか ね、 そうですね、遊びに来てくれたらいいなと思います。ぜひぜひ観覧に来てる方、観覧の方が楽しいですか、やっぱり。お、よかったよかった、大丈夫ですか。あ、そうか、そうですよね、観覧しかしてない方の方がここには多い、うん、確かに確かに、毎月ね解禁してる人もね何人かいらっしゃったりね、ほんと嬉しいね。でもね、なんかこうライブとか歌がさ、やっぱなんか本業的な感じだから、トークにね興味持ってもらえるのも嬉しいなと。トーク面白い、大丈夫。あ、みんなうなずいてる、うなずいてるよ、会場めっちゃうなずいてるからね。あのエンディングの BGM が流れてきた。これもね私のオリジナル曲で、このレイモーションに収録。もうめっちゃ宣伝してごめんね。これもう大事なアルバムなんで、ぜひ皆さんゲットしてくださいね。はい、もうあれだね、ちょっとエンディング締めるの早すぎたね。そうですね、ちょっと早かったですね、うん、でも先月に比べたら全然。そうだね、本当にだんだん来月あたりからありえないぐらいぴったりぴったりエンディングがなって、もう、そうですね、え、何今のってぐらいぴったり終われるように頑張りましょうね。なんか2人いるとね、なかなかあれだね。1人だったらね、あれなのか。でも楽しいね、2人いると。とても楽しいです。私は2人でしかね、やったことがないですけど、ね、普段ショールームとかはやっててね、それでショールームの時はやっぱり1人で喋るから、うん、なんか今日のその配信をした後にやると一人寂しいなって思いながらそう配信をたまにしてるので。レイさんもショールームとかやってますか？時々ね、時々やってるかな。じゃあぜひぜひ二人のショールーム見ていただいて、コメントを ねしていただけると、それこそキャッチボールで続くので、ぜひ見ていただけたらと思います、うん、はい、というわけで皆さん今日もね本当にありがとうございましたっていうのにはまだちょっと早いんですけどねえ、そうですね、早いよね。もう一回告知しようかな、大事な。8月10日蔦屋ウエスト奇跡レイ生誕ライブがあります。あの本当にね、こうやって生誕とか主催をね定期的にやらせてもらえて本当にありがたくて、一回一回大事にしないと次がねないって自分に言い聞かせて、あの日々ね必死でやってます。ぜひ興味ある方来たら絶対後悔しないライブになってます。遊びに来てください、よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございます。私もですね、初めてのワンマンライブということで、どうなることかととても心配なんですけれども、あのそれが初めてだからこそ成功させたいし、その次につなげたいと思っております。大事な初めてのワンマンライブ、ぜひ見に来てください、よろしくお願いしますね。もう次にね続くために頑張ってるからね。別に卒業式とかじゃないから、そうです、ゴールはないから、こちらには ね、 ね、もう次につなげるために日々ね頑張って生きてます、生きてます重い重い重い日々歌ってますので、ぜひね、はい、CD が出た時はね買ってほしいし、ライブある時は来てほしいし、ね、こういうね観覧にも来てほしいし、うん、ぜひ来月もみんなで楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、次は7月27日、2人とも浴衣です。